開催日が近づいている注目のエンタメ情報をより深く詳しくご紹介するリクイット。今夜は素敵なゲストをお迎えしています。押尾幸太郎です。ギターやっております。うわよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと贅沢なジングルと言いますか、もう生で今ギターで弾いてくださいましたけれども、はい、あの押尾さん、あの同じ大阪の出身、ね、そう関西の香りがプンプンと2人とも出しますけど、バリバリ今 TFM 感が一気に消えてしまいました急に、ね、大阪のラジオになってしまいましたけれども、今も大阪に住んで、今も大阪ですね、はい、住んでやってますけど、でも、はい、通っていろいろ、そうですね、制作とかももう全て大阪で、レックとかそういうのも、あのね、でもレコーディングはね東京の方がいいんですよ。え、なぜかというとですね、はい、東京はですね機材がものすごくいいのがあるんです、東京には、はい、でしかも安いんです、スタジオ代が。え、なぜスタジオ代が安いかというとですね、はい、もう激戦区になってるから、ね、なるほど、だからうちを使ってくださいとか言ってめちゃくちゃスタジオがあんのに、はい、いいスタジオが、でもみんながそれともう一つはスタジオを使わないミュージシャンが増えてきたっていうのもあるんですよ、はい、みんな自宅で録音しちゃうんですよ。そう、宅録できる、もう、ね、結構綺麗に撮れちゃうんで、はい、だからうち使ってくださいとかって言ってお安くしときますんでって、東京の結構都内にあるいいスタジオが安く、大阪はそれがないんです。大阪は結構だからあのもうミュージシャンが少なくて、その業者が借りたりとかしてるんで、ちょっと疲れ方が違うっていうのがあって。そうなんですね。 あとやっぱ、うん、あとやっぱアシスタントのレベルはやっぱ 高いですね、東京がね。やっぱ人材も豊富だということですね。すごいんですよ、ですね、早いんですよ、もう仕事がたたたたた。じゃあもうレコーディングとかは東京でやってらっしゃって、ね、普段は大阪に住んでらっしゃるということです。あ、そうですか。押尾さんにね、いろいろとお話伺いたいなと思って、あの SNS とかも拝見させてもらって、ありがとうございます。結構ツイッター活発に、まあね、まあでも本当に玉ツイなんですよ。たまたまツイートする感じでファンの人にもう玉ツイですよね、お子さんね。玉ツイ何やそれ、玉ツイって言ってね。でも結構ファンの方とコミュニケーションも比較的そうそう結構取ってらっしゃって、まあ、本当にたまにねこう気が向いてこうやるんですけど、ね、まあ主にでもカレーのこと、カレーとか食い物とかね。だからそのカレーがすごい好きで、はい、結構カレー好きなミュージシャン多いんですよね。そうですよね、バンドマンの方はやっぱりカレー好きですよね、はい、ゴスペラーズの黒沢さんとかね、はい、もうカレー出されとかしてるんですけど、はい、まあ、そういう方からですね、あそこのカレーを食ったらいいとか、どこそこへ、すごい詳しいんです。僕友達で、ね、もう一人ナオトっていうバイオリニストがいるんですけど、はい、彼はものすごい詳しくて、もうスリランカカレーからインドカレー、ネパールのカレー、それからスープカレー、はい、なんならもうその空港にあるその喫茶店にあるカレーとかですね、はい、そういうこうレビューをしてくれる、すごいこう詳しい。何系がいいですかとか言う、現地での情報を、うん、ご自身で作ったりはされないですか。ねえ、こんだけやったら作ればいいね。全く作らないですね。もう食べて、うん、ちょっといまいちかな味がとかいう、もう最低なやつですね。お前作れよって感じ。私最近そのカレーを作ってる動画を見るのが好きで、なんかインドの方がひたすらスパイスとかをずっと行ってカレーを作ってる、まあインドとかなんでカレーしか作らないんですけど、ほとんど、うん、とかっていう、ずっとそインド語、それなんかそんな感じ、字幕もなく、ああずっとただカレー作ってるの、撮ってるだけで、カレーを作ってなんかこうゴロゴロすりつぶしたやつで、まあ、それこそさっきお聞きしたんですけど、カレーの曲はまだ、カレーの曲ね、こんだけ好きなくせにカレーの曲なくてですね。でもまあまあカレーでもし曲作るとしたら、はい、なんか、あで、なんかこんなんで今からちょっとキャラクター変わるじゃないですか。押尾幸太郎のなんか、あ、そっち路線みたいな、インド音楽の人なんかなっていう。いやー、でも、まあ、それはそれでいいですよね。いいですよ、なんかちょっとかっこいい曲を、はい、いや、インドでもすごいそのダンスミュージックあるじゃないですか、かっこいい、ボリウッドとかでかかるような、テン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 チーダッチーダッチーみたいな曲とかあるんですけど、でも上がると思います、まあ、客席とかもこう、そうですよ、今盛り上がりますよね。そう、ほんで押尾カレーのグッズを作り、もうレトルトで出し張ったらいいんですよ。レトルトで出して、その曲をかけて、その盛り上がるためにそのカレーを食べてこいと。いけるな。でアルバムタイトルは、次のアルバムタイトルは何やろ、はい、チャツネとか。チャツネいいですね。もう絶対売れなさそうなタイトル。アメ色玉ねぎとかチャツネ。ラジオ聞いてる人、え、お嬢さん今度カレーのアルバム出すんですか。勘違いしてしまいますね。出さへんから、まだ考え中です。そんな、もしかして来年以降そんなライブがあるかもしれないですけど、ないない、まだまだ年内にね、大きなライブがもう決まっています。12月にクリスマスライブが決まってらっしゃるということで、
まあ、そんなちょっとその12月のライブを目前にお話伺いたいんですけれども、その前にせっかくもう今もうすでにポロンポロンと奏でていただいております、うん、ギターでなんとインド鳴ってる、インド鳴ってますこんな曲やったっけ違います一曲一曲すでにある曲をあのライブバージョンで届けてくださるということで、はいはい、ちょっと、はい、ちょっとじゃあまともにやりますライブでやってるそのサイボーグっていう曲をじゃあちょっと聞いてください。いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。やればできるでしょ何をおっしゃるんですか。やればできる。もう何にもウォーミングアップしなかったからすっごい怖かった今弾いてて。インドからガラッと。そうそう。うわ、インドあれどんな曲やったっけなと思ってすれば、おさらいしてなかった。インドから一気にサイボーグな世界観に連れててくださいました。はい、押尾幸太郎さんでサイボーグ。今夜は押尾幸太郎さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。まだインド帰ってきた。あの皆さん今ラジオなんでねちょっと見えないんですけれども、うん、あの爪有名な、はい、爪を生で拝見させていただきました。あのツイートではね結構これもアップしてるんです、はい、今日はこんな爪にしましたとか言って、で最初はね、はい、こう男がこうネイルをやってるのでこうアップしてるのってどうやねんっていうね、うん、こう声もあったんです、はい、でも案外女性は優しかったんです。女性は綺麗ですねってすごく爪の綺麗な男、はい、人をあの絶対けなさないんですの。でも男の同性の方がなんでそんな色模様入れるんですかとか言って、なんなら同じ柄の付け爪売ってくれはったら。そうなんですよ。それがねでもね真似する人がいるんですよ。いやそうですよね。こうやってアップしたら私も同じになりましたとか言ってね、うんうんうん、前あの森口博子さんの、はい、その一緒にあのアルバム参加させてもらった時に、はい、あのガンダムのアルバム出されたんでちょっと僕ガンダムのやつをやったんですよガンダムネイル、右手がちょっとジオン軍で左手が連邦軍のやつをやってでそれを森口さんにしたらうわーってステンション上がってくれて、はい、それもツイッターで上げた時に、はい、あのファンの人が、はい、私も真似しましたとかね、ガンダムネイルネイルをこう見 て, ってしまった、こう写真を見てこうじゃあでもクリスマスはクリスマス仕様になってらっしゃるかもしれないですね。そうしたいですね。なんか緑とか赤とか白とか入れたやつができたちょっと雪が降ってるようなそんなんしたいですけど ね, いいですね。ぜひそれ会場でチェックしてもらいたいなと思うんですけれども、まあ、今後もねいろいろなライブ決まっていらっしゃいますけれども、12月の8日日曜日文化村オーチャードホールにて押尾幸太郎クリスマススペシャルライブ2019は、行われます、はい。こちら毎年恒例で行ってらっしゃるライブということ で, そうなんです、ね、東京と大阪の2カ所で開催される、はい、まあ、大体1人でこうやね1人演奏してるんですけど、はい、まあ、大阪でやって、で大阪でこうゲストの人とこう交えて
やってたんです。そのちょっとベタな感じでこうトークもして、はい、大阪っぽい感じでかっこいいけどちょっとおもろいぞみたいな感じの、ね、MC やりつつ、まあ、今回もその12月20日はスクーポンサンバリーとして、はい、21日は両国彦さんそして22日はデパペペというのでこういろいろこう面白いこと話してやるんですけど、東京はもうちょっと背伸びしてですね、ちょっと関西人ちょっと背伸びするじゃないですか、ちょっと東京はそんなベタに行ったらあかんっていうので、おしゃれイコール弦楽四重奏は違うっていうでザッという感じで、そうなんですよ、やっぱりこうちょっとそれもギャグ、はい、ギャグはいらないで生徒派であの、ね、メンバーも素晴らしいメンバーで、はい、あの柏木ひろきカルテットということですね、バイオリンファあの石亀京子さんそして、はい、川口静香さんそして岡沙織さんという、まあ、このメンバーですね、はい、あの去年も同じメンバーだったんです。本当素敵なもう演奏してくれるんですけども、そんなにこうベタにこうあのザ関西みたいな感じじゃなくて、はい、もうちょっと東京っぽく、ちょっとクリスマスな、はい、キュンとなるような一日にしたいなっていう、そう弦楽でこうギターと弦楽ですよ、だからなんとなくこうもうクリスマスっぽいよすでにね、うんうん、そうですね、東京はこの大阪公演と違った表情が見れるということですよね、うん、まあ、あのだからめっちゃ硬いわけじゃないんですけど、うんうん、まあちょっとこうよりクリスマス感が出てるのがこの文化村オーチャードホールでやるバージョンですね。いいですね。ちょっと大阪よりも一足先にね、12月の8日早めのクリスマスが訪れるということですけれども、はい、でもすごい好きなんです、はい、僕あの柏木宏樹さんもすごく尊敬してるんですけど、はい、まあ、チェリストとしてもソロでもやられてるんですが、まあ、そのまあまあバンマスといいますか、まあアレンジも全部やってくれてるんで、もう本当に頼りにしてるんですよ。ちなみにこのクリスマスならではのこう曲とかご用意されたりするんですか。まあ、やっぱほらクリスマスでしかできない曲あるでしょうねえ、クリスマスソング、クリスマスソングって他できないですよ。あの普通になんかこう夏の日になんかね、確かに、ね、ただ僕がようやってるの戦場のメリークリスマスね、はい、坂本龍一さんの曲は、はい、あれは結構ねずっとやってるんですよ、割とこう年中、うんうんうん、年間通して弾けそうな、あの僕は好きな曲なんですけど、はい、まあその曲は もちろんクリスマスでもよりクリスマスっぽくなるんですけどね、はい、じゃあちょっと他の大阪のライブよりもクリスマス感のギュッと詰まった感じで、はい、そうですね、なんかやっぱあのオーチャードホールが素敵でしょ。そうですね、そこでこう、うん、こう一緒にこうクリスマスな雰囲気をこう楽しんでもらえたらいいなと思って先取りする、はい、感じで、いや楽しみですね。いろいろちょっと見どころありますけれども、 MC のねカレートークもあるかもしれないですし、ね、カレートークはするかもあの柏木くんもすごくあの食にうるさい方なんで、まあ、結構ミュージシャンそれ食の話になってそれでずっともう話がそうです、ね、結構みんなツアー行ったりするでしょ彼もあの柏木くんもあの博士太郎さんとかずっとこうツアー回ったりするんで、はい、いろんなとこ飯ご当地の美味しい飯を飯ネタをしてあそこ行ったらここで食べてください、そばやったらここがいいですとか言ってもう連絡そばやったらここねとか言ってぜひ皆さんじゃあメモをちょっと取りながらねぜひ聞いていただきたいなと思いますけれども、詳細をお伝えしたいと思います。押尾幸太郎クリスマススペシャルライブ2019 12月8日日曜日文化村オーチャードホールにて開催されます。お問い合わせは共同東京 0570-550-799 0570-550-799 まで、はい、素敵な BGM に乗せてお送りしましたけれども、寂しいですけれどもこうそろそろお別れのお時間となっております。そうなんです、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。そうですね、まあ、今日初めて押尾幸太郎ね名前聞かれる方も多いと思いますが、まあ、ギターの一本のインストルメンタルでですねクリスマスソングをやるんですが、もう本当にあのギターってこんなに良かったのかって思ってもらえるようなコンサートなんでぜひ聴きに来てほしいです。あの全然そのギターの弦の数が分からなくても大丈夫ですから、あの楽しめるコンサートになってるんで、皆さんの来るのをお待ちしております。最後にもう一曲お送りしてお別れしたいんですけれども、そうですね、あのやっぱりその動画サイトとかで押尾幸太郎を知ってもらうきっかけになった曲でもございます。僕の大尊敬しております坂本龍一さんもですね、映画占領のメリークリスマスから、メリークリスマスミスターロレンスを聴いてください。今日は押尾幸太郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。